公益社団法人日本精神科病院協会は東京都港区に本部を置く公益社団法人。略称は日清協。なお、政治団体としては日本精神科病院協会政治連盟がある。現在、日本病院会、日本医療法人協会、全日本病院協会を含め4団体で4病院団体協議会を組織する。また、 日本病院団体協議会にも加入している。1949年、日本精神病院協会創立、初代理事長、植松七九郎。1954年、社団法人登記。2001年に、現在の日本精神科病院協会と解消。厚生労働省社会、援護局障害保健福祉部所管の特例民法、法人、担当課は、 精神障害保険課であったが、2012年4月、公益社団法人認可。参院選比例代表で、安藤、西島良氏を推薦。日清協、政治連盟医療介護 CB ニュース株式会社キャリア、ブレイン2011年10月9日閲覧、ABCD、遠隔。公益社団法人日本精神科病院協会。2018年6月23日閲覧。 社会、援護局障害保険福祉部所管特例民法、法人厚生労働省、平成22年10月1日現在2010年8月20日、閲覧 AB、精神会に拳銃を会長が、引用病院団体機関誌で、福井新聞、2018年6月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2018年6月23日閲覧、 精神科医にも拳銃持たせて、病院協会長が機関紙で引用。朝日新聞。2018年6月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2018年6月23日閲覧。機関紙に、拳銃精神科病院協会。今後は適切な表現を。毎日新聞。2018年6月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2018年6月23日閲覧。ありがとうございます。